東海ステークスは日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表上の名称は東海テレビ杯東海ステークスと表記している。寄贈賞を提供する東海テレビ放送は名古屋市に本社を置く放送局。正賞は東海テレビ杯地方競馬全国協会理事長賞。 1984年に創設された4歳以上の馬による重傷競争ウィンターステークスが本競争の前身1997年に GII へ格上げされ、名称も東海テレビ杯東海ウィンターステークスと解消。2000年には当時の後のオープン特別として、夏季春季に行われていた東海ステークスと統合され、試行時期を5月に、 以降の上名称も現名称となった。2013年に年間を通じたダート路線におけるローテーションが見直された際、1月開催に変更され現在に至る。思考距離は創設当初ダート2200メートルだったが、1990年にはダート2300メートルに延長。京都競馬場で行われた2010年から2012年は、 ダート1900メートルで行われ、2013年からはダート1800メートルに変更された。これにより、フェブラリーステークスへ向けたステップレースとしての性格が強まり、2014年からは本競争の一着場にフェブラリーステークスの優先出走権が付与されるようになった。外国サンバは1989年から、 地方競馬所属馬は1996年からそれぞれ出走可能になったほか2006年からは外国馬も出走可能な国際競争となった以下の内容は2022年のもの出走資格サラ系4歳以上負担重量別定2022年の一着賞金は5500万円で以下2着2200万円3着1400万円 4着830万円、5着550万円。距離はすべてダートコース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第13回までウィンターステークス、第14回から第16回は東海ウィンターステークス、第17回以降は東海ステークス。前述の通り2000年にウィンターステークスが東海ステークスと、 名称変更の上統合されたが、1999年までは、東海ステークスという名称の特別競争が別に、宗教競馬場で行われていた。出展で確認できる1986年から1989年までは、純、オープンクラスの競争として、芝で行われ、1991年よりオープンに、変更後は、ダート1700メートルで行われていた。 1993年は宗教競馬場の改修工事によるスケジュールの都合で開催されなかった。AB 当時の格付け表記は JRA の独自グレード。各界競争結果の出展。ありがとうございます。